な、なに、任天堂が、マッサージ店で決まる行為を行う、というゲームを許可しただと、その発想は電車の決まるより、さらに悪質ではないか、それに日向坂の人の名前だけは、早々と撤収するあたり、いかにもな感じ、何か炎上商法の意図すら勘ぐってしまうが。あー肩凝ったー、マッサージしてマリサ。お金払ってマッサージ屋に行ってこいよ。マリサのマッサージがいいの？なんだかとってもリラックスモードに入れるっていうか。それこの前のあのゲームのやつじゃんか。そうそう、気づいた。略して犬丸 R って狙いすぎでしょ。ついフェミさんたちがブチ切れていた、マッサージゲーム。それに対してあの伝説のフェミ騎士さんも、お気持ちを表してらっしゃるみたいですねー。伝説っていうと、あの方か。はい、正解です。ルドルフ氏はこの件に対して、なんて言ってるの？キメイマルー。その話、もっと詳しく教えてくれだぜー。はい、わかりました。今回は任天堂さん VS、フェミ騎士ルドルフ氏、アンチフェミさんたちからそう突っ込みされそうな、ルドルフ氏の反応を、ぜひ温かい目でご覧ください。それじゃあ今日も、解説レッツスタート。ルドルフ氏の反応を見る前に、まずはなぜこのゲームに、ついフェミさんたちがブチギレているのか、その経緯を簡単に紹介していきますねー。お願いしまーす。詳しくはこの動画でお話ししているのですが、まずは開発元のキュリエイトさんのツイートから、ご覧ください。新作タイトル、マッサージフリークス、の情報を公開しました。2022年8月4日、木曜日、配信予定、予約期間中は 10% オフでご購入いただけます。リズムに合わせて女の子をマッサージする、とっても健全なお紳士様向けのゲームです。これは任天堂スイッチでプレイできる、マッサージゲームで、ツイートでも説明されていた通り、リズムに合わせて、女の子を、マッサージするという、新感覚のゲームとなっているんです。私はマッサージされたい派。そして一定スコア以上で、譜面を終えると、先ほど霊夢さんの言っていた、なんだかとってもリラックスモード、通称、N-R に突入し、あられのない姿を、楽しむことができるそうです。なぜ T が伏せ字になっているのか、わからない人は純粋な証拠だぜ。このゲームが 0D、17歳以上推奨ということや、設定がマッサージ店に来る、女性客を揉みほぐすということに、ついフェミさんたちがブチギレて、最低。こういうオスの欲望にだけ、奉仕する、実際出てる被害を、おもちゃにするようなものを、恥ずかしげもなく出せるとか、本当男の人って気持ち悪い。マジで最低だな。この国はどこまで落ちていくんだろう。女性のものか。それか空気のように存在する。こういうのが、まかり通ることでまたどこかで、女性が犯罪に巻き込まれる、いつになったら学ぶんだろう。人間やめたのかな、思考停止。うわぁ、スイッチでこんな、18禁みたいなゲーム出せるんだ。しかもマッサージ店での決まる、任天堂のイメージ変わったわ。任天堂はマジでこんな性犯罪コンテンツを、スイッチで発売していいと思ってんの。ズボンめくって手術していいですか、と聞いてきた整体師いたな。股間を押し付けてくる整体師もいた。フィクションと現実の区別がつかない男は、男の想定の1000倍はいる。などなど、おっしゃっていました。ゲームの世界と、現実の区別がつかずに話を進めているのは、あなた方なんだけどなぁ。こうしていつものパターンで、ついフェミさんが、ブチギレていらっしゃったんですが、中には任天堂さんにお便りする方もいて、マッサージフリークス、というゲームの広告を見て、これに、任天堂が OK を出したのだ、ということに衝撃と落胆を覚えました。性犯罪を娯楽にするのは、ゾーニングしたとしても、許されることではありません。許可なく性的な接触をするのは暴力です。と、おっしゃっていました。ゾーニングしてもダメなのか。このようなついフェミさんに対し、世間様も、表現規制界隈の考えるゾーニングとは、対象年齢や販売区画の切り分けではなく、この社会からの抹殺を意味する。ね、規制、ゾーニング、しても、許さないとエスカレートする。みんなが予想していた通り、クレーマーには毅然と対応するしかない。いつまで経っても付け上がらせてるから、こうやって常識外れのクレームを送る人が出てくる。
グラセフや PUBG は銃を使う犯罪行為があるけど、発売禁止なんかにならないのに、なんでそのゲームを発売禁止にしなきゃいけないの？アチョン法ができた韓国みたいにしたいの？有害な表現とかいう謎のお気持ちやめてもらえませんかね。あなたがこういうの見て犯罪したくなるなら精神科への受診をどうぞとおっしゃっていました。人を丸すゲームはいいのに、このゲームはダメってよくわからない線引きだよね。このようなフェミさんがいたことで、開発元のキュリエイトさんが公式ツイッターで、マッサージフリークスに関しては当社のインフォに意見や感想を送ってほしいとお願いされていて、ゲーム内容を調整できるのはキュリエイトのみなので、弊社に直接届けてくださいとおっしゃっていました。そこだよな、ついフェミさんたちって多分このゲームのことを全く知らずに、ただスイッチのソフトだ、任天堂が悪いって結びつけて任天堂さんに文句言ってるんだろうけど、意見あるなら開発元に言うべきだよな。全く知らないか、もしくはモンスタークレイマーあるあるの直接本社に電話します系の人っぽそう。確かに許可した任天堂さんが無関係だとは言わないけど、お便り先間違ってるでしょ。そしてあることが起こってしまうんです。あること、ゲーム内で登場する女性キャラの名前すべてが人気アイドルグループ日向坂46のメンバーと同じであることが判明したんです。一人二人じゃなくて全員一致したんだ。この指摘に対しキュリエイトさんは謝罪、キャラクター名の変更と今後このようなことが起こらないよう買い手に対しより真摯に向き合い、ゲーム制作を行うことを約束されました。アイドル本人が嫌がってるならそれは良くないことだと思うんだけど、個人的に名前が一致していることの問題点がよくわからないな。身なりなんかが似てるんならもちろんアウトだろうけど、キュリエイトさんはついフェミさんや世間様の意見を受け止め注意を呼びかけたり謝罪されていたんですが、ルドルフ氏には聞かなかったみたいですね。なんて言ってるのかな。まずはキュリエイトさんが意見は直接弊社に届けてほしいとお願いされた件に関して、任天堂には言わないでと、となるとゼロのレーティングそのものの問題でもあるという、しかし日向坂の人の名前だけは早々と撤収するあたりいかにもな感じ、何か炎上商法の意図すら勘ぐってしまうが、あんたが言うなぁ。世間様に炎上芸人認定されてるルドルフ氏がそれ言っちゃうか。任天堂には言わないでって、そんなこと1ミリもキュリエイトさん言ってないし、もし言い換えるとしたら任天堂さんに迷惑かけないでの方が正しいでしょ。性格ひねくれてるのがよくわかるね。そしてゲーム自体に対しては、電車で血丸するのを疑似体験するゲームみたいなのがあったとして、それもゼロ D だから見守りたいがみたいなことで済ませられると思うのだろうか。いや、あの人たちはそれで通しそうだな。健全男子育ちとか、そして発想として電車の血丸よりさらに悪質な部分もある性加害にどうしても見えてしまう。子供の件に限っても見守りたい設定してあってもプレスやツイッターで知ってしまうこともあるし、いくら制限できても同じプラットフォームであれば親としては心配になるのはわかる。まして任天堂法務部がとかいうのに至っては自由戦士みたいな奴らの異様さがより際立つ結果になっていくだけだと思うなどとおっしゃっていました。いつものごとく伝えたいことがところどころわかりにくいんだけど、ゲーム自体には年齢制限はされてるんだからさ、それ以上ゲーム会社ができることなくない。子供にそういうのを見せたくない親はきちんと設定してあげる、もしくは一緒に使えば防げることだし、極論ネットを使わせなかったらいいじゃん。電車で決まるよりも悪質だっていう意味もわかんないしな。このようなルドルフ氏の意見に対し、この人的にはそういうのが出来上がったとして、ジマルの発生率が上がったらそれ見たことかって言えるのに、わざわざこうやって含み持たせようとしてるのは何か意味があるんだろうかとコメントされている方がいて、この方に対しルドルフ氏は、何言ってんのか全くわからないのでブロックするのが基地っぽいねとおっしゃっていました。だからあんたが言うなー。
ルドさんも何言ってるか、わかんないことだらけなんだからさ。ついフェミさんたちにもたくさん、何言ってるかわかんない人いるから。ぜひその人たちもブロックしていって。ルドさん自身は人間の心を、取り戻してほしいな。視聴者のみんなは今回の動画について、どう思ったかな？みんなの感想をコメント欄で私たちにバンバン聞かせてちょうだい。今回の動画が良かったら高評価、良くないと思ったら低評価を押してくれだぜ。まだまだ動画投稿が不定期ですので、私たちの動画を見逃さないよう。通知音も忘れずにお願いいたします。じゃあ、またねー。